もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。5. 元気いっぱいの挨拶や返事をしたとき、笑顔でおはようございます。いや、はい。と言われたとき、30代男性など、年下のフレッシュな言動に弱い男性も多いようです。逆に、若者のくせに倦怠感をにじませている、だるそうにしていると、扱いづらい存在に思われてしまうので、注意が必要です。6. おねだりされたとき、プレゼントの購入や仕事で優遇することをせがまれて、まんざらでもない気分になってしまうパターンです。最も多かったのが、年下に上目遣いでご馳走してくださいよ、とせがまれると嬉しい20代男性という意見。ただし、見返りを期待されることもあるので、乱用は禁物です。7. 仕事で活躍したとき、直属の後輩の成長を見届けるうちに、少しずつ好きになっていくパターンです。上司と部下の師弟関係が、いつしか愛になる20代男性という意見があったように、とても美化しやすいのが特徴です。普段から、年上の期待に応えようとする姿勢を見せることがポイントになるでしょう。8. 励まされたり、心配されたとき、先輩、頑張ってくださいねや、大丈夫ですか？など、年下から心配された時にコロッと落ちてしまうパターンです。こんな俺を応援してくれるのかと、ありがたい気分になる20代男性という意見があったように、うまくやれば、女神のような存在になれるはず。